オートモティブグレードリナックスは、コネクテッドカー向けのオープンプラットフォームを開発するプロジェクトである。EV だけでなく、ヘッドアップディスプレイ、テレマティックス、ADS、自動走行など、自動車用プラットフォームを対象にしている。プロジェクトのメンバーは90社以上で、プラチナメンバーは、トヨタ自動車、デンソー、マツダ、パナソニック、ルネサスエレクトロニクス、スズキである。 よくとプロジェクトをベースとした Linux ベースディストリビューションである。ジェンナビー・アライアンスで策定していためたイビーや知前、イビーが統合されていることからユニファイドコードという名称がついている。2016年12月にアグル UCB3.0 を発表した。CES2018 ではアグル UCB5.0 を発表、Amazon 社もメンバーに加わった。一般社種としては トヨタ自動車が2018年まトヨタカムリから採用することを表明。2018年1月には今後トヨタが発売する全車種への採用を表明している。ありがとうございます。